トッド・ダフィーはアメリカ合衆国の男性総合格闘家、インディアナ州エバンズビル出身、アメリカントップチーム所属。スパーリング中のダフィーキャリアの全試合に判定決着がなく、勝敗に関わらず、小股は TKO 決着、さらに勝利した試合は全てパンチでの決着という格闘技界切手のハードパンチャーである。しかしここ数年は怪我や病に悩まされ、 試合に出場できていなかった。高校時代は、アメリカンフットボールで活躍したが怪我で辞めてしまい、ジョージア大学進学後の19歳で、総合格闘技の練習を始めた。2008年9月13日、ジャングルファイトで、アスエリオシウバに、パウンドで TKO 勝ちを収め、デビュー以来の連勝を収めた。2009年8月29日、UFC 初参戦となった。 UFC102 でティム・ヘーグと対戦。開始直後に左ストレートでダウンを奪い、パウンドにより7秒での小勝ちを収め、それまでドン・フライとジェームス・アービンの保持していた最短小記録を更新し、当時の UFC 史上最短小記録を樹立した。2009年12月12日、UFC107 でポール・ブエン・テロと対戦予定であったが、負傷により欠場した。 2010年5月29日 UFC114 でマイクルソーと対戦し 2R までは試合を優勢に進めるも 3R に右ストレートで小負け7戦目で初黒星を喫した2010年12月31日ダイナマイト勇気の力2010で行われたドリームヘビー級暫定王座決定戦でアリスターオーフレームと対戦し 開始19秒小負けを喫し王座獲得に失敗した。2012年12月29日、UFC155 でフィルデフライズと対戦し、スタンドパンチレンダで TKO 勝ち。ノックアウトオブザナイトを受賞した。2014年12月6日、UFC181 でアンソニー・ハミルトンと対戦。2年振りの UFC 出場となったが、小勝ち。 2015年7月15日、UFC ファイトナイト、ニア VS、ダフィーでヘビー級ランキング10位のフランクミアと対戦し、小まけ。ありがとうございます。